Hi, how are you? It's me, Sonai. Welcome back to my channel. さあ、今日は、なんとなくでは読めるようにならないかもしれませんというお話をしていこうと思います。ですね、0歳とか、小さい、本当に小さいベビちゃんのうちから、英語をの環境を作ってあげたいと思っている親御さんっていうのは本当にたくさんいらっしゃって、そういうお母さんたちが、読み聞かせを実践したりとか YouTube をたくさん見せたりとか、まあ、いろんなね、あの手遊びをしたりとかいろんなことを挑戦して取り組みをされていると思うんですよね。はい。で、そのいろんなことをするっていうのはすごくいいことなんです。いいことなんです。はい。で、そこで、つけてほしいのは、英語が楽しいとか、英語の音って面白いとか、なんかあのいつも使ってる日本語とはちょっと違う音があるんだっていうのに、気づく時期だったり、本当に楽しいっていう心の土台を作る時期だと思うんですよね。ただですね、以前動画にも出してますけど、4歳からのかじ切りというふうに、タイトル打ってるんですが、3歳ぐらいまでの間っていうのは、0歳から3歳ぐらいまでの間っていうのは、例えば、絵本をね、ブラウンベアっていうのを私一番最初に買いましたけど、ブラウンベア、ブラウンベア、What do you see? I see her.みたいな、クマさん、クマさん何を見てるのっていう、絵本がありまして、その絵本とか例えば読むと、シンプルなので覚えるんですよね。子供暗唱してます。暗唱して、普通にこう読めるような感じで読む子も中にはいらっしゃると思うんですよね。で、ただ、気をつけたいのが、なんとなくざっくりこれもちょっと読めるかもな、これ読んでる風だな、この単語は言えるなとか、まあ絵を見て何かこう train と言えたりとか、bear と言えたりとか、でそれで、親としてはもうすごい嬉しいですよね。わあ、うちの子天才みたいな感じで、なんでわかるのってちょっとすごい嬉しくなると思うんですよね。でそれはすごい喜んでいただいた方がいいし、すごく嬉しいことなんですよね。で、ただその後、ただ嬉しいでそのまま行くと4歳からのかじ切りがうまくいかないんですよ。そこから、よし、じゃあ嬉しいことが続いている、なんかこう本読めんかもしれないってなってきたら、親の気持ち的に思ってきたら、4歳ぐらいから、まあ、3歳後半とか4歳5歳ぐらいから、今まで楽しい遊びを持って英語をやっていたっていうものから、英語を学ぶっていう時期に少しこうギアを変えていかないといけないんですよね。で、ここがうまくかじ切りできない場合っていうのはどうなるかっていうと、ずっとじゃあ幼児期楽しいってなってました。で、英語は楽しい楽しい、歌を歌って、絵本読んでもらってダンスしてっていうのをやっていって、小学校に上がります。小学校でも英語の、授業ってあると思うんですけど、そんなにこうがっつり学ぶっていう感じではしないと思うんですよね。で、じゃあ中学校に入ります。中学校からボーンと学びが、授業がポーンときますので、そこで英語って楽しいんじゃなかったのみたいな、ことになってしまって、英語が嫌いになってしまったりとか、話違うやんみたいなことが起きてしまって、子供の中で拒否反応が起きたりっていうのは結構よくある話なんですよね。
なので、もうその中学校で気づいても遅い、どうしようってなると思うので、その前にですね、今この動画を見てある方にはですね、小学校になる前に4歳、5歳、6歳、小学校入学ぐらいの間に、ぜひですね、この学ぶ、英語は学んでいくんだよっていうことのステージに上がる時期を作ってほしいんですよね。はい。で、学ぶっていうことをもう小学校では、国語も学びますし、算数も学びますよね。なので、学ぶっていうことはできるはずなんですよね。なので英語も同じように学ぶっていうことを小学校の間もずっとやって中学校につないでいってほしいんですよね。はい、どうですか？今あなたの、お子さんのご年齢は、0歳ですか？3歳ですか？4歳ですか？5歳ですか？ちょっとわからないですけど、その子の年齢、その子の性格によって、やり方変わってくると思うんですけれども、ぜひですね、ちょっと頭に置いて、あ、今までこう楽しいでやってきたけど、このままずっと行くとただ楽しいだけでなんとなく吸収してるけど、なんとなくで終わっちゃうかもなって気づいてきている親御さん、もしいらっしゃったら、しっかり取り組みを始めた方がいいと私はお勧めしたいです。ぜひ、考えてみてください。Thank you for watching this video. See you next time. Bye!